まあそうですね、本当に今はドラゴンゲート代表として選ばれて楽しみでしかないですね。ドラゴンゲートのシングルナンバーワンを決める大会で、まあ、優勝して、まあ、本当にシングルには自信があるんで、まあ、ここに乗り込めるっていうのは本当に嬉しい限りです。意識してるのは2人ぐらいいるんですけど、まずはジェイク・リー、ノアのトップのベルトを持ってる、まあ、自分ももともとドラゴンゲートのトップをベルト持ってたんで、まあ、そこはやっぱ意識するのと、あとは剣王がちょっと前のグローバルドリーム、ドラゴンゲートとノアの合同興行で、まあ、清宮さんと自分組んで戦いましたけど、まあ、結構やられてるんでね、まあ、ここはガチッとやり返したいなと思ってます。まあ一人出てくるとしたらワグナージュニア、まあ、一応もともと自分ちょっとメキシコに修行に行ってた時期があったんですけど、そこでちょっと、まあ、戦ってはいないんですけど、その戦いを間近で見て、体格もでかい上で飛んだりしてたんで、スタイル的には結構一緒の部分はあるかなと思ってるんで、そこでどういう反応が、化学反応が起きるかちょっと楽しみです。やっぱりうちはそのスピーディーな戦いが強みとしてあると思ってるんで、自分のスタイル的にはまあパワーも100何キロある相手をぶん投げたり、そのスピードとパワーというところで見せたいと思ってます。エントリーしてるやつらはな、俺が全員ぶっ飛ばしてやるから、ノアファンは俺の戦いをしっかり見とけよ。ノアがお届けする灼熱の夏休み、アベマプレゼンツ N1 ビクトリー2023。 A ブロック8人、 B ブロック8人、それぞれがシングルマッチの総当たり戦を行う。そしてトップの両者が9月3日メディオンアリーナ大阪第一競技場で激突、最強を決める全対戦カード。開幕戦8月6日横浜武道館。注目カードは A ブロックジェイク・リー VS ティモシー・サッチャー、 B ブロック中島克彦 VS 曽谷学。これらを含む公式戦は A ブロック4試合、 B ブロック4試合。8月9日、10日、11日は東京後楽園ホール怒涛の3連戦。まずは8月9日、注目カードは A ブロック、ジェイク・リー VS 吉岡優輝、 B ブロック、塩崎剛 VS 安西優馬。公式戦はA ブロック3試合、 B ブロック4試合。8月10日 A ブロック剣王 VS 稲村良樹、 B ブロックサクソン・ハックスリー VS ランス・アノアイ。 A ブロック4試合、 B ブロック3試合。8月11日 A ブロックマサ・キタミヤ VS 稲村良樹、 B ブロック塩崎ガオ VS リホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。 N1 が北の大地に初上陸。8月19日20日の2連戦シャトレーゼガトーキングダム札幌。まずは8月19日 A ブロック、アダム・ブルックス VS 吉岡優輝、 B ブロック中島克彦 VS 安西優馬。A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月20日 A ブロック
ジャイク・リー VS ジャック・モリス、 B ブロックサヤン・マナブ VS ランス・アノアイ、 A ブロック3試合 B ブロック3試合。8月26日は仙台ピット。 A ブロック剣王 VS マサキタミヤ、 B ブロック塩崎ゴー VS サヤンマナブ、 A ブロック4試合 B ブロック4試合。8月27日はいよいよブロック最終戦、カルッツ川崎、 A ブロックジェイクリー VS ケンオー、 B ブロック塩崎ゴー VS中島勝彦、 A ブロック4試合 B ブロック4試合。そして9月3日は優勝決定戦、エディオンアリーナ大阪第一競技場、 A ブロック1位と B ブロック1位が激突、ノアの頂点が決まる。灼熱の夏を制するのは果たして誰だ。